もありました。この岩崎、今日最初のバッターボックス、送りバント成功、チャンスを広げました。ここからイーグルスは2回り目ということになります。トップに帰って聖澤です。また一つプレートを外しました。これはどう見たらいいですか、聖澤に対して。これ2度目なんですけれども、やっぱり斉藤が嫌ったんじゃないですかね。多分今インコースのストレート要求したんですかね。でもう一度市川からサインが送られます、うん、そのサインにすんなりうなずいた斉藤佑樹。またインコースまっすぐできた、それを弾き返した聖澤。三塁ランナーペーニャ、そしてセカンドランナー島が行ってきました。打った聖澤もセカンドまで行きました。先制点は東北楽天ゴールデンイーグルス。3回の裏、聖澤の2点タイムリーツーベースが出ました。まっすぐできました、追い込んでから。そうですね、ただこれインコース構えたんですけど、やっぱりちょっとシュート回転して真ん中高めですよね。ちょっと甘く入りましたよね。インコースに投げきれなかった斉藤佑樹と見てよろしいでしょうか。そういうことですね。高めに入ってきたストレートを聖澤がライトの右へ、2点タイムリーツーベース。ああ、今夜はイーグルスが先に点を取りました。